広島にある神社なんですけど、ちょっとね、駐車というかがね、難しいところなんですけど、ここはね、2つが右側に行く道で、1つが左側に行く道なんですね。で、多分右の端の方に行って、こう入ってくるんだと思います。で、この参道のところに駐車してくださいということなんです。隣とこっちの契約駐車場らしいです。大きな狛犬さんも来ている。ルールと結構ルールそのままくるっと回るんだろうな。では神社参拝していきたいと思います。結構古くからある神社なんですけれども、なんかちょっと駐車だけがね難しいちょっと解釈を間違えるとぐるっと回ってこなきゃいけないかもしれないですけど、やってみます。ここですね、こっち何か書いてあるんですけども、あ、石垣の話が書いてある。ちょっと石垣がいろいろこう、積み重なり方が違うんですね。私一人です。まあ、時間が時間でもう4時ちょっと過ぎてますね。それもあるかもしれないですけど、で参拝です。2杯2拍手いっぱいなさそうですね。で、裏っていうのを聞きまして、本殿の方には入れないですね。すごいくつかあるんですけど、近くまでは行けるけど、なんかあるとブルーってなるタイプ。最近ちょっといろいろあるんで、どうなってるのかなと思いますけどね。